そろさ、はい、めめくんのランク上げたいんだけど、あなや、まあ、だいたいみんなにね、あの試験を貸してて、めめくんに渡す試験を考えたの。式神いるよね。はい。この白子で、はい、犯罪対応して、犯罪者検挙してきてください。いつでも行きますよ、私は。よーい。じゃあ、誰か任せていい？言いなさい、白子。ちょっとよくやりました、白子。まあ、それは置いといて。アベレの部分が出てるんですよ。なぜかアベレの部分って。なんでもないけど、アベレ自信持って。終わりました。アベレやめなさい、アベレやめてください。アベレ自信持って。なあ、ちょっと、私の心の金銭に引っかかるんですよ、それ。エメ君さ。はいはいはい。ランクアップするための試験って聞かされた？はい、いや何も聞いてないです。そろそろさ、はい、ゆめくんのランク上げたいんだけど、あなや、まあ、だいたいみんなにね、あの試験を貸してて、れいめくんに渡す試験を考えたの。はい、お、何ですか一体。れいめくん陰陽師だよね。そうですね。式神いるよね。はい。スザクとなんだっけ。スザクと白子ですね。呼びましょうか。あー、そう、白子だし、白子。はい、来なさい白子。来た来た来た、これ白子ね。はい。この白子で、はい、犯罪対応して犯罪者検挙してきてください。いいですね、いいですね。ちゃんと式神使ってね。あ、終わりました、終わりました。あ、でもなんか、あの、あれよ、いきなりね、あの、まあまあまあ、無理に使わずに、もちろん、あの、18歩の代わりに使うイメージで、ね、そう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 、そんな感じ。結構難しそうですけどね。まあ、あの、すいません、ガチで、あの、うちの式神使えないですってなったら言って。ああ、承知いたしました。まあ、もうのび君と考えてて。なるほどなるほど。せっかくだったら式神使ってほしいよなっていう話。あ、白子行きますか、あなた。白子使えるん、ちゃんと。あ、行けるみたいです。あ、行けるんだ。はい、まついてんね。まあ、私の式神ね、すでに重複済みですからね。めっちゃ吠えてますけど。白子もそろそろお腹減ってきたみたいなんで、ね、何か犯罪受けないですかね。餌をあげたい。あの、餌呼びやめて。あ、すいませんすいません。白子からしたら餌だもんな、確かに。そうなんですよ。いや、大変だ大変だ。なるほど。ついに私も昇進の時期が来ましたか。まあ、思えば今日でもう2ヶ月ぐらいですかね、警察に就職してから。取ってくれ、取ってくれ。こうすればいいのか。違う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 。あれ、人質なしですか、もしかして。いるぞ。え、いや、いないぜ。ほら、見えないから。目に見えない。俺は目に見えるものしか信じない。がいない。ここにいるだろ。どこだ。ちょ、こっち来てくれ、これ。うん、ここに、ほら、ママ。お母さんでしたか。名誉おばさん。あ、名誉おばさん。え、じゃあお前の母親がどうなってもいいのか。ああ、名誉おばさんが。あ、いいぜ、ノーウェイホームでどうせ死ぬからな。なんてこと言うんですか、ちょっと。あ、すいません。では、人質の解放条件は。俺とじゃんけんをしろ。じゃんけん。じゃんけんだと。いいぜ、ほら、グー。そういうグーじゃねえっつって。ああ、暴行。はい、暴行、在庫無視、小妨害。はい、外出ろよ。あ、いいぜ。男と男の勝負をしよう。おお、名誉おばさんが出ちゃった。こいつなんだ、こいつは。これですか。式神の白子です。なんだって。式神です。男と男の勝負をしよう。キャプテン頑張ってください。あ、俺がやるの。いいよ、きしょ、いいぜ。あ、間違った、名誉おばさん。あ、ちょっと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 。何やってんですか、あなた。 NPC 殺人だ、これ。うわ、NPC だ。耐えた耐えた。心があるぜ。勝手に NPC すんじゃねえ。やり方すんじゃねえか。で、殴り合いってどこだ。ここで勝負だ。あ、いいぜ。頑張ってください。あ、任せな。ちょっとおばさんを解放するから、ちょっと待ってくれ。お願いします。あ、いいぜ。ほら、どっか行けろ、おばさん。よし。ああ、なんでことするんですか。寝てな。で、飛行場いる人、もう一台を殴り合いで勝負だ。それでは、私が撃った瞬間にスタートということでよろしいでしょうか。勝負だ。あ、いいぜ。わかりました。それではお互い準備よろしいでしょうか。あ、いいぜ。行きます。え、殴り合いって別にパンチだけとは聞いてないからな。なるほど。ああ、では行きます。レディーファイト。よし、来やがれ。ちょっとちょっと待って、弱い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 。キャプトロン、キャプトロン頑張って。うまい。あ、お、強い。まずい、まずい。頑張ってください。あー、キャプトロン、くそー、くそー。痛い。あの、強盗との1対1に負けました。よし、じゃあ逃がさせてもらうぜ。くそー。はい、一人とは言ってないだろ、行け。何何。わかりました、第2ラウンドということですね。あ、いや、レイメクだけでいいぜ。パンチだけだ。よし、さあ、お前、戦争の皆さんの間に。結
オッケー。いつでも行きますよ、私は。よーい。じゃあ、誰か任せていい？言いなさい、ビャッコ。よし、行け。ルンルン、あとついでに飛行場の…ちょっと待って。あ、よっしゃ。よし。よくやりました、ビャッコ。よし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 。よくやりましたよ、ビャッコ。タコーうちのビャッコの力を見出す。アーティは参加者なしだから、全部結婚しようよ。いいえ、しげがめは私の手も足も同然ですよ。エーメイ君。はい。よくやった。すごい。ありがとうございます。戦い方も素敵だった。チャップ殿。よし。特殊刑事が候補生にしてやろう。ありがとうございます。よし、候補生だ。はい。ジェダイでいうパダワンみたいなもん。俺たちのことは今日からマスターオビアンって言うんですよ。承知しました、マスター。オビアンって言わないんだ、いいだろう。あなた、オビアンにほど遠いですよ。え？え？私の靴が汚れてんだけど、拭いてくれない？いやですよ、普通に。何言ってんだよ。何くれます？何言ってんだよ、あんた。何だよ。何言ってんだいって何ですか。しょうがないですね。ランク1が。ランク2になったんですか、もしかして。私ランク2よ。すごい、ありがとうございます。靴着なさい。あ、終わりました。それでは足を舐めなさい。ペロ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 。写真撮ろうかね。いや、やめてください、やめてください。別にキャラ作りなんか本当に罰ゲーム、そんなんしなくたってねえ。お、タヌキ？ヒノランドなんかさ。写真撮っていいですかね。なんかさ、それは違うよな。ネルドのハイチーズ。ちょっとババア邪魔、ババア邪魔、ババア邪魔、ババア邪魔。脊髄が痛いよもう。おお、いいですね、お似合いですね。お似合いです。もうタヌキっぽいし。かわいい、かわいい。え？タヌキっぽい。ああ、ありがとうボン。え？虚無や、もうポン言うの。あざとくないですか。僕でも嫌なんだよ。あざとくないですか。お前さ、そういうのを言うよな。俺がこの前さ、はい、くしゃみした時もさ、新しい層狙ってんのとか言ってきたよな。よく覚えてますね、黎明。よく覚えてます。本当に念に持ってるじゃないですか。ちょっと覚えてるさ。この前僕のことメス豚って言ったよね。それは豚のことじゃないですか。ちょっと何言ってるんですか。毒だよ、毒。いや黎明くんって割とそういう系なんだ、ね。はい、そういう系なんだ。いやいや、アナヤアナヤってなんですか、アナヤって。アベレは良くないよ、そういうの。雑アナヤやめてください。待って、今なんつった。アベノレイメン、略してアベレ。アベレキワキワな。ソケーブですよ、ソケーブ。そうだ、お前マジでよ。ソケーブ、お前マジでよ。それは置いといて、アベレの部分が出てるんですよ。なんですかアベレの部分って。私は私ですよ。何ですか一体。いや、エグイスです、あなたでしょ、エグいのは。なんか花見た時もなんかよくわからないゲーム始めてたじゃないですか。何のゲーム？なんでもないです。なんでもないけどな、アベレ自信持って。終わりました。アベレやめてください、アベレやめてください。アベレ自信持って。アベレージゲームとか言って、なんかアベレって言った後にジーとかいう叫ぶ、よくわかんないゲームやったんですよ。それは何のゲームだよ。知らないです、本当に。よくわかんない、何それ。おもんな。いや、おもんなじゃなくて、あなたが始めたんでしょうが。頑張ってよ、アベレ。あの、レイメイって呼んでください、せめて。自信持って、アベレ。アベレやめてください、アベレ。アベレ自信持って。アレベ。アレベ。アナヤみたいに言わないでください。アナヤみたいに言わないでください。なあ、ちょっと、私の心の金銭に引っかかるんですよ、それ。心の金銭？金銭。まあ、それは置いといて。あの、ネルドの、 先日なんかランク2への昇格条件で、そうだ、そう、白虎の検挙あったじゃないですか。お、しましたよ。マジで？はい、ありがとうございます。本当にできたの？はい、あの、4月の10日にコンビニ強盗を来た虎尾殿が殴り合い消耗されてたので、白虎出しました。え？まあ、虎対白虎と。なんか俺このタスクをさ、課したことによって、レイメイは特殊刑事課みたいな感じで一生上がらせないつもりなのかなと思ってたら、結構上がれちゃいましたね。いや、すげえな、レイメイお前。ありがとうございます。じゃあ、レイメイ君来て。はい。ねえ、2だ。おお、これでババア殿にマウント取られなくなりますよ。取られてる。あの方なんか靴舐めろって言ってきましたからね。どうしたんですか、こんなところに二人きりで。きつキツって何ですか、キツって。じゃあ解雇でいいかな。やだやだやだ。ちょっと
あ、一旦解雇やな。あれなんや。どこだっけ？レイメン。マシャ君どう？いない。私今まで思い込みで警察をやっていた。はい。お、わなんか。ランク2だ。やったー、ありがとうございます。わーい。おめでとう。わーい。ちなみにランク2になると何が変わるんですか？何も変わりません。やったー。給料が変わります。え、あ、それは一番でかいじゃないですか。ちょっと上がる。おお、100万ぐらいですか？そんな上がらんねえ。そんな上がらないですか？広告がありますポン。はい。レイメイ君がランク2に上がりました。イエーイ。ありがとうございます。